コカ奥義雨描きがたし、じゃじゃーん、歌え僕の名も。どりゃ、分け山の地、あと何発でしょう。あっ、おっ、やっほー、こっちだ、早く。おい、起きろ起きろって。無駄だ、みんな死んでる。そんな竜を連れて競技場に向かう途中、黒いやつがいきなり現れてな。この子たちが身を挺して俺たちを守ってくれたんだ。だがあ、競技場に行こう。今はそうするしか。申し訳ない、本当にすま。そうだな。ってとりあえずこいつらを競技場まで送ろうぜ。ついでに情報の更新ができたらいいけど。戦況報告は必要かな。手持ちの情報による。時間があったらすぐ。外にいた魔物はかなりいたはずだが、全部倒しただと。ここの人たちはどうしたんだ。他にはああ、私たちを守ってくれた戦士はみんな犠牲になってしまったよ。部屋に隠れてた私たちはこのまま死ぬのが嫌で逃げることにしたが、すぐ魔物に見つかって、外に出ても残っていても結局同じだったのさ。俺がもっと若けりゃこの程度のやつ一人で片付けてやれたんだが。そうだな、寝つきき。だが二人の行動に支障をきたす。ここはとっくに魔物に占拠されてたはずじゃ。どうしてまだ。あ、もちろん任せてくれ。どうした、ついてこい。もっと早く立ち上がって、人に頼るばかりじゃなく自分で自分を守っていたらこんなことにはならなかったんじゃないかと考えてしまって。今からでも遅くはないはずだ。確かに年を取っちまったが。ああ、彼らのように私も最後まで戦おう。助けてくれたこと改めて礼を言う。俺らのことは心配不要だ。うん、
絶対。ああ、また競技場で。情報によると、児玉の湖付近の拠点も助けが必要そうだ。急ごうぜ。ここも苦戦してるみたいだ。早く助けに行こう。この剣はわかるかい？動くべきだ。股間奥義。光輝くがいい。どうぞ。どよめく神学。火炎を刻め。じゃあ行くよ。と、誰？避けられる？ほっ。と、ファイヤー。さい。歌よ錦。お披露目だ。世界を熱狂の渦に。よっ、響け爆の音。これって三段銃？それ、ほっと。助力に感謝する。敵の攻勢がどんどん強くなっていてな、もうここまでかと思っていたところだ。今の戦力じゃこの拠点を諦めるしかないだろう。そうだな、一箇所に集まった方がいいと。ああ、今更かもしれない。このまま戦いに参加する気なら児玉の湖に帰った方が前線に近い。戦状況をまとめるとこんな感じだ。この距離俺らが児玉の湖にしてやれる支援は限られてる。さて、このまま戦う者は意思を示せ。はっきりと言ったはずなんだがな。ここまで戦ってきて今さら諦めろだなんて。犠牲になった奴らのためにも一歩も引くつもりはねえさ。そうか、ナタのために。ナタのために。俺らは人数も少なく決して声も大きくはないが。おう、でも無理。ああ、安心しろ。予順者の戦争に参加する気でアビスを全て駆逐してみせるさ。え、あの悪いやつ、また変なものを落としてるぞ。あの方角は流線の州だな。あそ、まずいぞ。Thank you.
こう。雨描きがたし。じゃじゃーん。オッケー。はっ。どよめく進学。か。避けられる？せ、気をつけなさい。お、打ち続けて。記載してあるみたいだけど、かなりの数だぞ。これを見るのもちょっと久しぶりだな。とにかく今は次の場所を目指そう。生存者が見つからなくても、もしかしたらそこの変なものは。魔物がいっぱいいる。なんて数だ。こんな光景見たことないぞ。
かることはないよ、パイモン。俺たちは絶対に勝ってみせるから。描き方し歌ように僕を称えよう。これって三段銃？気をつけなさい。ファイヤーな、岩げっか世界を熱狂の渦に。やっぱり今はこれに構ってないで先を急ごう。それって一体何なんだよ。どんなに殴ってもびくともしないなんて。神の目を持った人がいれば普通のアビスの凶門くらいは対処できるが、さすがにこんなもんは見たことない。まるで空にいるあのでっかいやつの一部みたいだ。どうやらあれにはアビスの凶門を生み出す力があるらしい。おかげでアビスの魔物も際限なく湧いてきやがる。守りを固めるでも勝ちを取りに行くでもなく、今は撤退が賢い選択かと。それにアビスの力の根源はやはり聖火を忌避しているようです。聖火のある競技場は我々に残された唯一の希望と言ってもいいでしょう。エンジン様があそこを守ってくれています。あの方がいる限り我々に勝機はあるはずです。お、これって水とちょっとした菓子だ。受け取れ。顔色が悪いし、かなり汗をかいてるだろう。こっちの戦力はまだ余裕があるから心配いらない。ちょうど確かにオイラたちずっと戦ってたしな。お、何が心配なんだ。あ、確かにそうだな。休憩するかどうかはお前が決めてくれ。今来てくれたんだ。今ちょっちやばくてさ。バカルおじさんがすぐに避難を指示したんだ。私と白根お姉さんはしんがりを務めてるとこ。二人がいてくれてよかったぜ。オイラたちだけだったら間に合わなかったかもしれないぞ。カチーナ、残りの魔物とアビスの凶門はうちと旅人に任せて、あんたはみんなのところに。おじさんとおばさんがきっと心配してるだろうし。うん、あっちも人手が足りてないよね。すぐ行ってくる。
じゃあちゃっちゃと終わらせるよ。錦となれ雨描きがたし響け楽の音避けられる？よ、気をつけなさい。打ち続けて。うん、光輝くがいい。コカ奥義サイオッケー。よっと気をつけなさい。何発でしょう。もう広めだ。雨描きがたし。わけ山の地やっほーよっ堂々不意打ちローズクラッカースピナビロふっきゃせっはっオッケーオッケー、みんないるね。これ以上死者が増えなくてよ。あんたらもお疲れさん。外の状況相当やばいっしょ。うちも一生忘れられない光景。アビスの大規模な襲撃を経験したことなかったからさ、マービカはこういう光景を過去に見てきたんだと思う。それでもあいつは立ち向かうことを選んだ。生きるため、最後の希望を手にするために、うちらは故郷を捨てなきゃならなかったけど、希望がある限り諦めないよ。うっさひっ、じゃあ行くよ。じゃみんな自分の身を守るのに手一杯だ。あそこに人が集まってる以上、アビ幸いこのところ持病の発作はない。致命的なのはあのアビスの親玉と渡り合える戦力がないってこと。ナタ人の勇気が絶望に負けたりしないだろうけど。なあ旅人。おお、そう言うと思ったぜ。もうヘトヘトで飛ぶのもやっとだけだな。じゃあ児玉の子はお前くむちゃ、こういう時に無茶しないで。いあれ、あそこにいるのってチャスタとクイックじゃないか。旅人頼む、一
てくれ。この剣はわかるかい。歌よにし、じゃじゃーん、世界を熱狂の渦に。どりゃ、堂々不意打ち。これって三段銃？オッケー、響け格のない堂々不意打ち。どうだ、クイク。クイク、クイク。お姉ちゃん、私ね、パパとママがすごい問題児を養子にしちゃったって。でもパパとママの力になりたくって、私の方が年齢的に妹だけど、お姉ちゃんを苦しめるアビスの力を早くどうにかしてあげようと思った生意気よね。私たちそっくりで、違いなんてあんまりないのに。分かったから、クイク、今は喋るな。競技場はすぐそこだ。おぶってく。アビスの侵食はもう浄化できた。ちゃんと休めばきっと治る。私っていつもお姉ちゃんにブレーキをかけちゃう。焦らないで、もたって。お姉ちゃんが危険な目に遭うのも心配しすぎなんじゃないかってずっと思ってたわ。アビスに侵食されてもお姉ちゃんが生きていられるのは、家族になれたのもまた一つの奇跡よ。でも私の心配も同じく。違う、そんなことない。そんなわけあるはずないだろう。クイクがくれた愛情も、父さんと母さんがくれた愛情も、どれも分かってた。本心では仲良くしたかったんだ。まだ時間が必要なんだ。いい方法を見つけてみせる。だから、だから、そんなこと言わないでくれ。謝る必要なんてないわ。だってお姉ちゃんは何にも悪くないもの。私もう分かったの。前へ走って、もっと早く、もっと高く、誰よりも強いククリューみたいに。火翼の集いで、それこそが私の誇るお姉ちゃんの姿。クイク、クイク、
さっきアビスの力っぽいのが出てきて一瞬で消えたよな。確か定期的にストレスを発散させないと暴走するってクイクが言ってたよな。オイラたちがもっと早くついてればこんなことにはならなかったかも。そうすればきっとクイクも。あれ、なんだ。命は平等じゃない。彼女は幼い頃から数多の不幸を背負い歩みを進めるたびに苦しんできた。もしかすると苦しみを受け入れてしまった方が、それでも彼女は歩んだ。いくつもの苦しみからなる雲の上には一体何があるのかと疑問を抱きながら、その答えは何よりも輝かしい太陽かもしれないし、我が生涯の苦難を墓碑に刻んだ。それを有していたことと、それを超越したことを記念するために。クイクを安全な場所まで送ろう。クイクのことをしばらく頼む。今は他にやらなければならないことがある。ええ、私たちのために尽くしてくれたこと全てに感謝します。我々のために命を落としてくれたこと心より礼を言う。すまない、ジャスカ。いいえ、このような苦しみを味わっているのは私だけではありませんから。クイクは英雄になるのを望んでいた。そしてあの子は永遠に私の心の中の英雄となりました。クイクの期待に応え、犠牲を無駄にしないためにも急ぎましょう、エンジン様。ああ、この戦争を終わらせる。Huh?
みんな準備はいいか。我々は今悲惨な戦争に身を置いている。勝利をこの手につかまんとする意志を私に見せてくれ。犠牲をなくし苦痛を断つために。血が尽きる前に水石で歯を研ぎ小さき明かりを残せ。さすれば炎はナタのすべての眼差しとつながる。苦恩の暗闇さえも我々を分かつことはできない。泥まみれの水石、こだまするテペタル。集い、散り、燃え尽き、よみがえり死ぬ。神聖の炎のために黎明の一角を見せよ。火山を踏破し太陽をつかむ英雄、冠を授ける烈焰、きらめく光は聖画のごとく。我が最初の一歩を導きたまえ。全てを見通す者は己の死を予言できたことを喜び宴を開く。今こそ肉と骨と杯を掲げ力を尽くした英雄の最後の歌を聴かせよう。王術の灯火は燃え盛り、宝魂の烈焰に至る。全ては振り返らぬ命のため。我々の全ての所業を必ず炎が審問するだろう。我が生涯の苦難を墓碑に刻んだ。それを有していたことと、それを超越したことを記念するために。時空を超えし英雄たちよ、機は熟した。我々は団結し大炎の洗礼を受け、祝福された孤名を手に、力の真の意味を知り、献身の定めをたどって、やがて超越の炎を迎える。ナタのために、ナタのために。ハボリムの名において野良者の戦争の開幕を告げる。終戦まで半盆の歌があらゆる命を守ることを誓おう。すごい力が秘められてたなんてびっくりだよ。つまりこの後の戦いでは聖火を通じて復活できるってことだな。ああ、もう二度と犠牲者は出ない。敵を一掃する時が来たってことか。奪われた土地も全部取り返さなきゃ。ナタのために見落とした全ての人に敬意を。行くぞお前ら。オイラたちも行くぞ。パイモン、旅人、あの時駆けつけてくれたこと感謝する。もし私が暴走を抑えられてなかったら、今こうして反撃の機会を手に入れることもなかったろう。それよりお前のことが心配だぞ。大丈夫か？しばらくこの胸の使いは取れないだろうな。だがそのことは一旦置いておくしかない。今はブーカの意志を果たすつもりだ。私が味わった葛藤と苦痛はどれも試練に過ぎない。試練はやがて私の力になる。そして私はクイクが思う最も誇らしい姿になるんだ。
行こうぜ。あの真っ黒な奴らをボッコボコにしてやるんだ。人間。敵の数は多いが、こっちも戦力は十分だ。おまけに八神の国の力で情報伝達すれば采配も増える。焦らず着実に行くぞ。ナタのために。山田ち、ヤッホー。ほっと、これって三段銃？ファイヤー。な、歌よ錦となれ。雨描きがたし、遠くをたたえよ。光り輝くがいい。んじゃあ行くよ。響け楽の音。これって三段銃？これって三段銃？あれ、撃ち続けて。サイウルコ、この剣はわかるかい？動くべきだ。うわ、なんだあれ、マービカの空中支援か。あいつどんどんめちゃくちゃになってくぞ。おせっ、はい。私の力を使えばアビスの気流を破壊できる。ムアラに、次からは着弾点を見誤らないようにする。え、あ、エンジン様、全く熱くなかったのですごくかっこよかったですよ。だが、目には良くない。それは確かに。アビスの野郎ども、この偉大なる聖竜クグルアハウ様の前にひざまつけ。アハウの声まで聞こえるのかよ。ちょっとうるさいから一旦消してくれないか。なんだぞこの無礼を。ああ待たせたね、野郎ども。かかれ、クイックの仇を取ってやるよ。ラッキー、
山の地と、やっほー、堂々不意打ち、打ち続けて、歌え、僕の名のもとに。いった、どよめく進学、火炎を刻め、くれ、せ、魔物の数がだいぶ減ってきたな。この勢いで畳みかけるぞ。エンジン様の力を存分に使わせてもらおう。情けは無用だ。こっちだよ、カチーノ。上まで送ってあげる。その方が早いっしょ。ああ、スピリットウェイみたいでドキドキする。私の番、行くよ、ぐるぐるコマちゃん。救出は済んだ。ばあちゃんたちは先に。次の行動には遅れないから、少し時間が欲しい。あらら、ミツムシと野菜のことはほっときなさいって、このアンポンタン。成果とは実に温かいな。これで聖術敵を倒せる。引け、この戦いでもう犠牲者は出ない。恐れずにかかれ。こだまこの魔物は全部倒したよ。アビスの気流は流線中の方も終わったよ。名園の主も危機を脱したところよ。火薬の集いを手伝いに行く。ああ、あそこの状況は特にひどいとか。必要ない、一掃した。もうか、さっきまで競技場にいたんだろ。とにかく誰かを殴りたかったんだ。どれだけ我慢してたか分かるか。そっか。イアンさん、北条の国の方はどうする。イアンさんの家は競技場から遠いでしょ。ああ、それなら心配いらないぞ。さっきバレたからもう片付いたって連絡が来てる。どうやら全部処理できたようだな。アビスの勢いも弱まってる。数の勝負なら反魂の歌が負けるはずないもんな。数に頼ってる時点であいつらの負けだぞ。またアビスが魔物を集めて競技場に向かわせてるようだ。反魂の歌が一番の障害だと気づいたか。聖火を破壊する気だな。そんなことさせないよ。みんな競技場に向かおう。新しいアビスの気流が落とされたみたいだね。どれも競技場の近くっぽいから。そうだ、競技場の入り口を守る人も必要だよね。よし、これが最後の戦いだよ。
避けられる？ローズクラッカー！スピラディロ！歌よ錦となれ！じゃじゃーん！この剣はわかる！世界を熱狂の渦に！じゃあ行くよ。響け、楽の音！避けられる？と避けられる？それは、ほっ！よっ！みんな、ここに集まってもらったのは、この偉大なる勝利を祝うためだ。こたびの勝利は、我々の手によって得られたもので、一人一人に誇る資格がある。我々は再び大いなる災厄を乗り越え、愛する故郷を救ったのだ。おお！無論、戦争はまだ完全に終わっていない。アビスは消えておらず、その巣窟、矢神の国よりも深き場所へと退いただけだ。だが、ナタの戦力を侮り、戦いを仕掛けた奴らは深い傷を負った。この先長い間、ナタに脅威をもたらすことはないだろう。少し準備を整えた後、私が最後の反撃を行うつもりだ。その巣窟に攻め入り、アビスを全滅させてみせよう。それって、ちょっと待ってください。エンジン様は、お一人で行かれるつもりでした。あそこには強力なアビスの力が蔓延している。一般人であれば少し触れただけで即死だ。先陣を切ってナタに貢献したいという皆の気持ちは理解しているが、ここは任せてくれ。一番肝心なところで力になれないなんて。これからの戦いとこれまでの戦いに差はない。皆はすでに貴重な戦果を勝ち取ったのだ。今宵は存分に祝うとしよう。そうですね。命の心配がなくなった以上、もういつもの日常に戻れますよね。確かに悪いことじゃないな。魔物が溢れてる頃よりずっとマシだ。時が来たら
再び皆を召集すると約束する。そしてこたびの戦いでナタのために犠牲となった戦士たちもワスアビスを消滅させた後、荘厳な葬儀を執り行う。孤名に多くのものを記録することはできないが、いかなる英雄の物語もナタの人々の胸に刻まれるべきだ。黙祷を捧げよう。また戦士たちだけでなく隊長の特別支援にも感謝したい。個人の名義でこの土地の勝利に敬意を表そう。では皆がこの宴で気持ちを整理し、再び活力を取り戻すことを願っている。これからも心を一つに邁進していってほしい。戦での活躍は耳にした。まさに優秀な冒険者であり戦士そのものだな。俺の記憶ではお前とあの姫様はよく似ている。特に勝ちたいと言った時の姿はな、一刻も早く。そうだオロル、名園の主の状況はどうだ？ああ腕の立つばあちゃんがずっと集落に残ってたし、けど各所の復旧作業は必要だろう。ファディの支援はいるか？いや大丈夫だ。それに部族には年寄りも多いから。そうそう、怖い顔してるせいでいつ襲ってくるかビクビクしちゃうっていうか。しかも元素力の乱用は名園の主の視力にも影響を及ぼす。心配してるのはそこなのか。大活躍だったじゃんカチーナ。前よりずっと自信がついたって感じ。それほどでもないよ。カチーナちゃんのパパとママが褒めてたよ。そういえば流線の州の状況はどうなってるんだ？犠牲者が出たけど今はみんな前を向いてるよ。小玉の子も大体そんな感じだね。でもやっぱりちょっと胸が痛い。半言の歌の庇護を受けられなかった人帰ったらろうそくを作って備えてあげよう。あ、私も一緒に作らせて。今回の犠牲がナタに今までにない平和。キーニジ、お前どんだけ渋ってんだよ。こんな戦いまで乗り切っちまうとは。チッ、今の俺はお前の減らず口を許す気にはなれない。出ないといつ殴られてもおかしくないぞ。そうだぞアハウ、本当に懲りないな。へえ、ちょっと戦いに勝ったくらいで宇宙帝になりやがって。この偉大なる聖竜クフルアハウが真意を振るってなかったらとっくに消し積みになってたっていうのに。言う褒美に武道でもやるか。俺をインコ扱いすんじゃねえ。今回の死傷者のうち伝達師は最も多くのだが、幸い兼業で伝達師を死亡するやつも多い。北条の国はアビスの出現場所から一番離れてたから。でもチャスカの支援が少しでも遅れてたらと思うと。ならよかったぜ。このブドウ案外うめえじゃねえか。ならお前のことはこれからインコって呼んでいいな。ああ、君たちか。なんか元気ないな。そうかもしれないな。空を飛んだ時もっと早ければ、そうすれば彼らも。すまない、こういう時にする話ではなかった。うん、Lサイズで頼む。ああ、500年前に立てた計画はほぼ完成に近づいた。
あと一歩だ。残すはアビスとの決戦のみ。私にとって戦闘は最も手慣れた手段だ。あの悪いやつを一撃で潰した時のお前、すっごくかっこよかったよな。あれはカムクラによって潜在能力を全て引き出した姿で、一時的なものに過ぎない。それと一時的にあった反魂の歌の特殊な力も消えている。ああ、アビスが大ダメージを受けたことで、私としても皆にここからしばらくの間平和を享受してもらいたい。千年続いたアビスとの戦争も、そろったところでずっと気になっていたことがある。先の戦争も疲れを知らずにあちこちを駆け回っていた。旅人という立場でありながら、いつも勇ましくあり続け、なぜ己の命すら顧みずに行動できるのだろうか。知っているか、あらゆる物語で君のようなものは英雄と称される。とにかく私が伝えたいのは、君は優れた才と正義の心を持つということだ。君と最後まで手を携え、この災難を乗り越えられることを心から願っている。だが、その優しさと正義感につけ込んで協力を強いているようにも思わせたくない。今日はもう疲れているだろう。ひとまずゆっくり休んでくれ。そこで最後の戦いについて話す。パイモン、待ってちょうだい。ちょうど探してたの。ストラリ、なんでお前がここにいるんだ。大事なことがあってね。なんだって、それ本当か。死の失政の力を使った以上、ナタは代償として死を払わなければならない。ナタの人々の奮闘がひょっとしたら死の失政の意思を変えてくれるかもって期待もしたけど、対戦を経てナタの最大の脅威が解消されそうになった今も、君の考えてることは分かってる。私だ、よかった、協力ありがとう。そうそう、カムクラの力を使うことの代償を彼女も理解してるはずよ。おう、分かったぜ。さて、これで最後。安心なさい、一杯って言ったら一杯よ。こら小娘、これ以上ダダをこねたらおじさんも本気になるぞ。円陣になりたいと言いながら教えを請いに来る子は毎日数えきれないほどいる。はあ、何遍繰り返したって無駄だ。将来のことなど誰がわかる。私ならここから君の家のキッチンにあるコーンチップを打ち抜くことができる。数十メートルはあるんだぞ。マジで命中させやがった。面白い、かがり木の民の娘。見たか、先に5名を手に入れたのはこの俺だ。
頭を下げてもいいんだぜ。非化成矢の巡礼のチームに入れてくれって。まったく、負けは負けなんだから素直に認めたらどうだ。いつか必ず古名を手に入れてみせる。君のよりも強いやつをな。はいはい。けど、かがり木のためにマリポより強い古名なんてあったか。まさかキュンコジーじゃないよな。やっとレスリングであんたに勝てた。あと数日であんたは正式に円陣になるんだろう。次にこういう風にレスリングをしたくなったら、多分円陣様、レスリングのために一日お時間をいただいてもよろしいでしょうか。聞いた話だけど、円陣になったやつはみんな聖火に宿る知識を吸収するらしい。レスリングでもう私に勝てなくなるのではないかと心配。そんなわけないだろう。考えすぎか。エンジンになったくらいで私のことを忘れるはずないよな。よし、試合再開だ。漆黒の後に必ず黎明が訪れるのだ。我々は一人で戦ったりしない。ナタのために。ほら見て、夜が明けたわ。やっと。わしらは正しい道を歩んでおる。エンジン様が導いてくれるだろう。敗者は戦火の灰に。私のなすべきことはすべて終わった。矢神の国に刻まれたルールがアビスとの戦いで助けになってくれる。まだ足りぬな。人々に勇気をもたらすことはできるが、ナタ人だけに砕けた世界の結果を背負わせるのなら、もっと誠意を見せてもらいたいのだが。私が見てきた人間の中で君は誰よりも貪欲で一番交渉に長けてる。私が担うのは死。死から力を得るのなら相応の代償を払ってもらわないと。今の我は何よりも力を必要としている。命あるものは死を恐れるもの。この力を背負う者が少しでもひるめば、代償を払うのは無数の民になる。これがルール。アビスに屈しない国ならば、無論何時のルールにも屈したりはせん。文化の伝承、信仰の積み重ねが続いていけば。そうなら手を貸してあげる。けれど私はただの影。ならどうするつもりだ。内緒にすると約束して。もし誰かに問い詰められたらこう言うから。いいだろう。その寛大な心に感。入ってくれ。先日伝えた通り、アビスを根絶する作戦について相談したい。ところで古名の方に進展はあったか。まさか矢神が君に手を差し伸べてくれるとは。あれ、今気づいたけど、古名ってこの前の戦争で使うものじゃなかったのか。ああ、アビスが救う矢神の国のさらに奥、それを根本から解決し、地脈を修復しない限り
ナタ人はこの先も脅威に怯えながら暮らし、それがナタ人が当たり前のように背負ってきた運命。数千年にわたり漆黒の狭間であがくことしかできず、しかしこたびの戦いでその運命を打ち破りたいのだ。聖火を用いればこの身は守れる。そして私以外にあの地の汚染に抗えるのは君だけだ。五名が完成しなければ私一人で行こう。だがもし間に合えば、やはり君に助立ちを願いたい。元に戻ったとは言い難い。八神の国がアビスに侵食されている問題はまだ解決していないからな。だがカムクラの力を使ったことにより八神の国に溜まっていたアビスの力はだいぶ消え去った。要するに反魂の歌が元に戻っていなくとも君の身は問題なく守られるはずだ。ちょっと待ってくれよ。オイラはどうなるんだ。残るってお前と離れ離れになれって言ってるのか。アビスは狡猾だ。君たちが一緒に行動すれば真っ先に狙われるだろう。あんま心配する必要ないと思ったら、オイラなしで大丈夫なのか。分かったぞ。もう少し考えさせてくれ。受け入れられるか分かんないけど。ああ、すまない。最終決戦がいかに重要なものか、他に知りたいことがあれば遠慮なく聞いてくれ。多くの者が積極的に復旧作業を行ってくれている。だが一方で亡くなった人々はもう帰ってこない。太陽が再び昇り、我々はもう一度生きる自信を築く。他に知りたいことがあれば遠慮なく聞いてくれ。偽りの空か。過去にその言葉を聞いたことはあったが、空の後ろに隠されているかけらとは果たして何なのか。だが冒険者協会からは他の国では空が引き裂かれる現象も、もしかするとその秘密を守ろうとするのは天理なのかもしれない。それなら大丈夫だと思うぞならば安心だ。とにかくあの剣は奇妙な天文現象だと説明してある。人々が過剰に反応する心配はない。我々のペースで少しずつ調査を行うとしよう。他に知りたいことがあれば遠慮なく聞いてくれ。私たちが見たのは彼らの魂ではなく過去の記憶に過ぎない。彼らの魂はとうに八神の国へと帰り、真の再会が永遠に訪れることがなくとも、これもまた我々は一人で戦ったりしないが、他に知りたいことがあれば遠慮なく聞いてくれ。一応の協力関係を結んだが。そうだよなそう過度に不安がる必要はない。今はやはり他に知りたいことがあれば遠慮なく聞。この地にゆかりある異教の者よ。一人で会いに来るとは思わなかったわ。エンジンマービカがアビスを退けるときに振るった力は死の出生に由来するものだ。どこでそれを。なるほど。その長い旅を歩ませたのが。ナタにはまだ最後の決戦が残っている。帰る場所のないあまたの魂のため、ナタの希望のため。Thank you.
旅行に行きたい。どこに行くかなんてどうでもよくて、ただ友達と遊びたいだけなんだけどね。